吉谷さん、広島の久保ですってコメントを変なこと書いてるね私がねまあこういうふうになるとは想像もつかなかったでしょう私は想像はつきませんでしたけども目指していたことは確かなんですよ今の暮らしをねで目指していたんで近づいてきてそうなったんですよねでも当時吉谷さんの目から見ると受講生さんが何人いても誰がどういうふうになるのかまさに予想もつかなかったと思いますただ そうなってほしいなと思いながらメッセージを送ったり商品を売ったのは確かだと思うんですよ。まあ所詮他人事とはいえね、商品を売りました。買った人がハッピーになりました。そっちの方がいいですよね。だから多分私は商品を売ってもらって、買わしてもらって、そっから第一歩第二歩ってスタートしたわけなんですよね。言ってみれば、あのきっかけ、商品を売ってもらったことには感謝できるんですよ。と同時に多分吉谷さんの方も、 商品を買ってもらってその時もありがとうなんだけども育ってくれてありがとうっていうのもね今かなり大きくなってるんじゃないかなと思います。つまりビジネスをして商品を売買する中で最高の信頼関係は何かっていうと買った瞬間売った瞬間ではなくてその後お互いがどういうふうに育っていったかっていうこの未来への時間軸にあるんじゃないかなと思うんですよ。で中小企業と大企業の関係もありましたけども。 コンプライアンスその他をきちっと守れるようになった会社は大企業になるわけなんですよね。中小零細っていうのはまだ一人前の会社として成熟してないんで零細であり中小なんですよ。でも日々食べていかなくちゃいけないんですよね。まあ、ですんで誰かが無理をしてそのパフォーマンスを作ってるんですよ。ね、社長が帰らないからいつまで経っても帰れないじゃないですか。という言葉、もっともですよ。 ね、8時間労働制っていうのがある以上それを守らなくてはいけないでも8時間で仕事が終わってないのは誰なんですかってことを同時に問い立たさないといけないんですよねそれは会社のせいですかね会社があなたにはこの仕事あなたにはこの仕事あなたにはこの予算あなたにはこのノルマってきちっと与えてるのにそれをこなしてないのは誰なんですかってことじゃないですかでそれをこなしてやっと一人前ということはまだ一人前ではないってことは それはね、どっかにボロが出るわけですよ。時間が来たら終わりじゃなくて、予算を達成して終わりですから。あくまでも会社のミッションはそこなんですよ。で、大企業になると、いろんなルールを守りながら、しかも時間内に終わるから、大企業、立派だよねって評価がつくわけですよね。そこに対しては、厳しいコンプライアンスが求められても当然なんですよ。でも、昨日今日始めた中小企業、まだ一人前にもなったような会社が、 一流企業並みのコンプライアンスを守れるかって言ったら目指すものであって守れていないっていなうのが現実ですよそれを別に隠す必要はなくてそれは客観的に見たらね外部から評価すればしょうもない会社だなとルールも守れないのかってことになりますけどもルールを守るためにはその過程プロセスがあるわけですよね今は8時間として与えられた仕事が12時間もかかっちゃうでもどんどん効率を上げて 無駄を排除してテクノロジーを導入して IT を覚えてなんと12時間かかった仕事が10時間になったよ常連ができて新しい取引先ができてどんどんブラッシュアップしていってついに8時間の仕事が8時間でできるようになりましたその時に部長は管理能力が上がり社長も人材育成能力が上がり一人一人は人間として育ってきた3年5年10年かけて一人前の社員になったから一人前の会社になるっていう形だと思うんですよね だから結構勘違いしてるのがねほっといたら誰かがやってくれるっていう感覚を社員の方は持っちゃうんじゃないかなと思うんですよ、ね、だって自分の仕事が8時間分のが8時間で終わりました、えー、1人前ですよねでも会社に入るってことはやっぱお互い様とかね助け合いと思って入ってるわけなんですよ組織なわけですからっていうことはねじゃあ8時間の仕事が終わらずに10時間かかってる人を見かけたら 自分の仕事を6時間で終わらして浮いた2時間でその人の2時間を手伝ってあげようっていう発想を自分が持っているかどうかなんですよ。そういうのを持っていないと社員は8時間で済ます仕事を10時間も12時間もかけてあげくにはもう時間が来たから帰りますとか言ったら2時間分4時間分の仕事が残るわけですよね。じゃあ残った仕事はどうするんですかって言ったらそれは上司がやることになりますよね。だって最終的な結果責任があるわけですから。その結果責任を押し付けておいて あれ帰れないじゃないですかっていうふうにベラベラ言う間にお前もやらって話ですよじゃなければその会社はいつまでたっても四畳半のギュッと押し込められた雑居ビルの一室でむさ苦しい男たちがただ朝干し夜干しするだけのブラック企業になるわけですよブラックをホワイトにするのはその会社に所属している人でしかないんですよ会社の外の人が何かやってくれるわけではないですからね ですんで自分の理想が自分の思う形がそこにないということは自分がやってないってことなんでしょうね。それにしてもやっぱ吉田さんが立派なのはブログを書くことによってブログのアクセスや収入よりも自分のスキルが上がるっていうところにまさに自己投資の意識を強く思っているところだと思うんですよ。で私もねやっぱりこうやって毎日動画を撮ったりセールスをたまにしたりすることによってなんとなくねビジネスの感覚っていうのを失わずに進みます。でちゃんと セールすすれればやっぱりねね売れますんでだいたい私の感覚では視聴者さんの再生数の10分の1が購入層になりますからじゃあ価格もだいたい同じぐらいいつもつけてます価格視聴者数そして売り上げっていうふだいたい目算がつくのが今のところ狂ってないんですよねまあ一時期みたいにねそっか軸のセールしたらものすごく売れてなんか1億円ぐらい月間で売れちゃったみたいなことはね なななかなかいないと思いますけどもねあの時はねやっぱり投資の過渡期っていうんですか暗号通貨はこうなりつつ別のビジネスを求めてるっていうのはそういう時期だったんでトータルでサポートしてるそっか塾みたいな入り口が良かったのかもしれませんし支払い方法もね、えー、ちょっと多くの情報商材を見かけてきた方にとってみたら本当に救われるものがあったんじゃないかなという気はしますけどもね、えー、まあでも基本的にはこれからねもう全能一括でやっていきますんで今回も一括で全部いただきましたんで。 やっぱりこうこれだなビジネスだなと思いましたねこれから精一杯皆さんに恩返ししていく人なですねそれでは今日は決意の決でございましたいってらっしゃい